た今の原発の方の集会が始まって2時から始まってそちらに行かれた方も多いので少し人数が少なくなってしまいましたけど、あのまなちゃんに元気づけていただきたいと思います。はい、皆さん、連日お疲れ様です。今日来た方も本当にお疲れ様です。3日間頑張ってらっしゃる方も本当にお疲れ様です。もう本当皆さんの頑張りに頭が下がります。いつもありがとうございます。私は成田から来ました岡野豆です。そうですね、今元気づけと言ってますが、もう私が本当皆さんからいつも元気をいただいているので、その元気を返すような気持ちで今からそうですね、沖縄の辺野古で山城博司さんがもうなんか一緒になんか踊らせてくださった辺野古ソーラン節というものをあのちょっと踊りたいなって思ってるんですけど、ですね、この踊りをするにはちょっとできれば本当もみんなで踊れたら一番いいんですけども、ちょっと皆さんこのアピールをするお仕事もあると思うので、手が空いてるぞっていうような方ちょっとここにスペースを設けてちょっとなんか踊りたいな、一緒に踊りたいな、その場で手足を動かすだけでもとても嬉しいので、ちょっと皆さんで思い思いにこの曲を体で楽しんでいただければなと思います。そうですね、それでちょっと動きのレクチャーを簡単にちょっとやっちゃいましょう。じゃあ豊さんもいいですか、ご準備大丈夫ですか。すいません、いろいろ突然。この後豊さん音楽もやってくださるんですけども、ちょっとお借りさせていただきます。じゃあこっちの方でここの棒と棒の間にちょっとまあ来ていた、あ、最初はいいかな。それでまあソーラーソーラーって動きやっていくんですけど、もうちょっとこっち来てくんない？こっちこっちこっちにご要望が。それでまあ最初はぐる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 はっていうのを4回やった後にぐるぐる両手やって横でジャンプをするんですけど、ここら辺はまあ。はい、もうなんかもう自分の体でやれることを楽しみながらやりましょう。なんかもうここまでやらなきゃ丸パツとかないので、腰痛めない、左から毎回引っ張って、右に引っ張って左に向かって投げる、右に向かってまた網を投げる、これ漁師さんの、漁師が網をこう左から引っ張って次右をまた引っ張って左に上げて右に上げて、これを繰り返して動いた後に、まあこの波、辺野古の美しい波を彷彿とさせるこの動きをちょっとやりますね。これを4回やった後にはいはいで、ちょっとここレクチャーしたかったのが、ここで次あのこの踊りのオリジナルを代表するのはここで皆さんで真ん中に集まってきていただいて、それで辺野古のあのラインダンスありますね、あのラインダンスをするので肩を組むんです。ここで皆さんで集まってきていただいて肩を組んで、よし来い行くぞって言って、じゃあ行くぞ、右左右左へと、もうこの辺野古の生まれた連帯感をここでもうブワーッとこう辺野古の波に乗ってもう押し寄せてくる、国会前に押し寄せてくる沖縄の連帯感みたいな、そんな気持ちでやります。で、ちょっと通行人の方がいるので、その人たちをあくまでも蹴らないように心がけていただいて、非暴力で、あくまでも私たち非暴力でだけど不服従で心を持ちながら楽しんでいきたいと思います。で、この動きところどころ私が右左とかこのマイクを使いながら言うので、それに合わせてなんとなくこう意識飛ばして楽しんでいただければなと思います。でも正解とかはないので楽しんでいきましょう。ではちょっと今音を、あ、大丈夫です。はい、じゃあ構え、深呼吸深呼吸、次からいきます、右手からいきます、右から波、
欲しくない、新基地を作らせたくない、沖縄の思いをぜひ感じ受け取って学んでいただけたらなと思います。共にこの日本に生きていきましょう。ありがとうございます。今の聞いてくれてる人もいるから、私たちの声を共にするためにコードやってみましょうか。わらび神で、はい。
はい、じゃあ、いきなり合わせる感じで、じゃあ、いきまーす。すごいいいですね、僕も初めてなんで、こういう、ね、遠征で。バラビアミ、大丈夫、あの雰囲気見て、適当に、はい、はい、メインのフレーズはね、ピアニカで弾きますので、ね、はい、それ以外の装飾的な音を、両サイドでやります。ちょっとすみません。ちょっと入っちゃった、隠れちゃった。これもちょっと西の歌、はい、はい、西の歌、はい、はい、ではお願いします。では次に、民衆の歌を歌います。
ように苦しみの後を引けないな。そんな愛をもつくさ。たけらいの国で生きる吉役は鳥県は生きてる列に入れよ我らの味方に鳥県公に憧れの世界みな聞こえるかドラムの雰囲気が謎曹操とかですか？謎曹操。謎曹操皆さんわかります？はい。じゃあ謎曹操だと歌うんじゃない？あ、大丈夫。歌詞小声で言います。小声で。身内するよって。歌詞の身内。古いアルバム。古いアルバム。古いアルバム。ゲットワンマミちゃん。ゲットの方が。よし。じゃあ、カシゴ。だから、ハロバイコでいい。ハイコムチ。裏の始めの
とても素敵な歌を、はい、あの未来の、ための合唱チームの皆さんも参加してくださって本当に素敵なあの集いになりました。ありがとうございます。ですね、今実は私ここをちょっと離れていたんですが、それというのがあちら側で、原発あの伊方原発3号機再稼働反対の集会をしていて連帯の挨拶させていただきました。実はあのこの緊急行動の前にもうすでに告知されていて私たちのが後だったんです。であのここでやるのをあのでずらしていただくというお願いをしたりしていたのにもかかわらずまた挨拶の機会もいただいてありがとうございます。でそこ の, あの方が今来てお話ししてくださるということですのでよろしくお願いします。今あのチラスをお配りしたこれに関係することになります。よろしくお願いします。どうもこんにちは。またのお昼から行動本当にご苦労様でございます。私あのさようなら原発1000万人アクションの事務局の井上と申します。いろんな形で多分原発集会にも皆さん来ていただいてるんではないかなと思いますが、あの私たちさよなら原発はですね再稼働するたびにですね、毎回その日にここの場所に集まって、抗議の声を上げてます。まあ、現地も、今日も、本社四国電力の本社前でやってると聞いておりますし、まあ、そういった連帯をするということでやっております。で実は再稼働明日なんですね。今日じゃないんです。明日土曜日なんでここに集まっても誰もいないところでやってもしょうがないだろうと。で前の日だったらねまだ私たちの怒りの声をね、少しでも国会に届けたいというふうに思いまして、まあ再稼働がこの日だということで新聞報道がありまして、先に設定をさせていただいたということでございます。もう思いは皆さんと一緒です。私たちも沖縄の民意これだけ民意が示されてもまだ聞き耳を持たない安倍政権許すわけいきません。原発もそうです。今国民の世論調査やっても大体6割以上が原発はいらないっていう世論なんですね。それなのに安倍政権は聞き耳を持っていない。全く同じです。民意を無視して進める今の政権の在り方、これに私たちは大きな怒りを感じます。皆さんも多分じゃない一緒だと思いますね。沖縄もそうだし原発もそうだと思うんですが、ぜひですね一緒にこの怒りを共有しながら沖縄の基地辺野古を何としても止め、そしてまた米軍基地を日本から追い出していくという戦いをですね一緒になって作り上げていきたいと思います。伊方原発についてはですね、四国の今日ちょっと少し書いてありますけれども読んでいただければ若干のことは書いてありますが明日動かすということになっておるんですが、今日の新聞見ていただいて
女川原発が廃炉になったっていうのを今日 見られた方がいると思うんですね。福島前が54基原発がありました。今現在22基が廃炉と決まりました。もう時代は原発を作る時代ではなくて廃炉に向かう時代、もう原発は収束していく時代なんだと、もう時代遅れのものなんだという時代に入りつつあります。米軍基地もぜひ育っていただきたいと思います。基地はいらない、そういう時代じゃないんだと、軍事で平和を作るんじゃないんだという時代をですね、私たちも一緒に作っていきたいと思います。ぜひ原発も廃炉、米軍基地はいらない、軍事はいらないということをですね、共に確認しながらですね、今日の2つの行動一緒になってやってるんだということを確認したいと思います。私たちも皆さんの戦いに心から、本当に心から連帯をして一緒になって沖縄の民意をですね、押し上げていきたいというふうに思っております。共に米軍基地廃炉、あ、はい、はい、はい、そして原発を廃炉、共にですね、共に楽してく、脱原発、脱基地、脱原発、脱基地で共に頑張りましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。なかなか米軍基地入るのはいい感じです。米軍基地入るのは新しい、はい、そうしたら、あと時間が押してきましたが、あのそこの3人のトリオの方にトリオって即席お話をお願いいたします。お疲れ様です。あのお時間ない中ありがとうございます。私は、国鉄労働組合東京に所属しております、大橋と言います。今日集まられている方を見ますと、国鉄というのは馴染み深いと思うんですけれども、かつて国鉄というものがありました。で、中曽根行革の下で、国鉄は解体されて、物を言う労働者の組合が潰され、また地方ローカル線と国民の足である国鉄が解体されて、今顕著に現れているのが北海道の JR の悲惨な状況だと思います。そして今北海道の鉄道の足が切り捨てられようとしています。私たち国鉄労働組合、そして全労協はこの間一貫して沖縄連帯、辺野古連帯ということで、現地には青年部が向かって共に座り込みを行い、各種集会にも参加させていただいております。私たち国鉄労働組合は、労働者の戦いは労働者が職場に引きこもって戦っても絶対に勝てないと、全ての抑圧された人々、差別された人々、そして切り捨てられようとしている人々、犠牲を押し付けられている人々と連帯することなくして、労働者の戦いも決して勝利することはできないんだという固い決意のもとに、この間戦ってきました。11月、3日の集会ですか、国会法院の集会にも国鉄労働組合として参加していきます。私たち国鉄労働組合は辺野古新基地建設阻止まで最後まで皆さんと共に戦い抜くことを決意して、ご挨拶に返させていただきます。共に頑張りましょう。どうも3日間連続の取り組みに参加された方、本当にお疲れ様です。私は、差別排外主義に反対する、連絡会というところで、まあ、主に今いろいろ問題になっているヘイト、レイシズム、排外主義の問題をこの9年ぐらいずっと取り組んできました。そして私たちも昨年の MX テレビに対する、35回にわたる抗議行動も毎回取り組んで、今あの DHC に対する戦いも一緒にやろうと今準備をしています。そして、今日ここでの取り組みで僕はすごく感じたんですけれども、今週ですね、あの話題にもなったあの明治150年の祝うという政府式典というものが行われましたけれども、それに対抗する戦いにも参加してきました。この明治150年を祝うということは沖縄にとってはもうとんでもない話で、琉球処分から始まり、そして沖縄戦の強要、戦後の売り渡し、
返還以降のこの状況を見ると沖縄にとっての明治150年というのは本当に屈辱と怒りと苦闘の記録であっただろうと思います。そうした想像力のない政府側、政権側のやり方に対しては憤りを思いますし、まだまだ私たちの力が小さいなと思います。先週日曜日、今日参加された方も何人も来られましたけれども、新宿で排外主義を許さない新宿アクションという、私たちは新宿の食安通りのコリアンタウンの人たちに呼びかけながら、ビラを撒き、そしてデモをやってきました。で、今問題になっている新宿のデモ規制、柏木公園が使えなくなった、でどんどん区自治体の判断でですね、公共施設から締め出そうとしている、そういったことに対する抗議も含めて、柏木公園出発というのはできませんでしたけれども、解散地を柏木公園にして、柏木公園の中で抗議の声を上げました。今地域の住民あるいは、商店会、そういったものからデモは迷惑だ、騒音が迷惑、あるいは町のイメージが落ちる、そういった声が各区で上がっている、とんでもない状況になっていると思います。例えば、昨日無事にですね解放された安田純平さんに対してもひどいバッシングが投げられています。自己責任、そういったことをネトウヨ連中がやり、あるいは杉田水脈の議員のような差別発言が公然と、まともな謝罪もせず横行し、身長45のような事態も起きています。私たちはこの社会に蔓延しているそうした行動に対して、一人でも多くの人たちが声を上げられるよう、なんとか頑張ってやっていきたいと思いますし、今後ニュース女子の問題も含めて継続して取り組んでいきたいと思います。今日は本当に、こうした一人一人が立ち上がって声を上げるというのはとても貴重な機会だと思います。今後とも共に連帯してやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。反原発ジグザグ会です。いつも皆さんと共にやってきましたが、この間も池袋で小長さんがお亡くなりになって、で知事選の前の、まあ、本土からも連帯するということで、まあ、我々みんな多分集まって一緒にデモやったと思うんですけど、まあ、その時小長さんの遺影を掲げたということで、ある一部の人からは批判を受けたんですが、やっぱり沖縄でも多くの人たちからツイッターなんかで寄せられたメッセージでは、やっぱり命かけて自分の治療よりもその反基地を優先した小長さん その気持ちにこう沿うことをやったんじゃないかと肯定的な評価ももらってますので、まあジグザグ会としては、まあ、沖縄出身者一人もいない団体ですし、反原発ジグザグ会なんですけど、まあ、沖縄ずっと取り組んできましたから、この基地断念まで追い込むまではやっぱり諦めないで、沖縄の人たちと心一つにやっていきたいと考えています。26日に防衛大臣が記者に対して県議会で辺野古の基地の賛否を問う県民投票、その結果がもし県知事選、那覇市市長市議選、市長選、そのいくつかのこれまでの民意に続いて、またさらに住民投票で民意が示されたらどうするんですかっていう問いに対して、まあ、今の防衛大臣、名前忘れちゃったんですけど、そのあまり名前覚えられない防衛大臣の人が、まあ、どんな結果になっても変わらないって言い方してるんですよ。そのどんな結果になっても変わらないっていうことは、国民無視なのかお前らっていうことじゃないですか。そういう、こう選挙の結果も無視して、で住民投票があっても無視して、何でも力ずくで権力の力でやっていくから、今子どもの中でもいじめとかそういう問題が増えてるのは、もうこれひとえに自民党と安倍政権のやってきたことの裏返しの姿じゃないですか。だからどの課題で何をやってとか、我々の中にもそれはもちろんいろんな夏子
やつのこういろんな悪い感情があったりとか、それはいろんな人間ですからあるかもしれないし、それはお互いにオープンに話していければ一番いいけれど、人の言うことは全く聞かない、自分たちだけが絶対正しいっていう今の安倍政権に対しては、我々も同じぐらいの気持ちでもって絶対こいつらだけは許さないっていう思いでやっぱりぶつかっていく必要があるんじゃないかとも思います。で、僕らはそういう考えですけど、いろいろと、いろんな考えの人たちとこう一緒に力を合わせてこれからもやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。以上です。ありがとうございます。そしたら今の2時になりまして、終わりの時間なんですが、最後、豊さんに何を演奏してもらうかちょっと考えたんですが、これからも私たちは諦めないという思いで We Shall Overcome をリクエストしました。で、それ終わったとこ後で最後コードをして締めていきたいと思います。お願いします。気をつけてよ設営の解除の前にでは、We Shall Overcome ね、一緒に歌いましょうね。 We Shall OvercomeWe shall overcome. We shall overcome someday. Oh, baby, my heart, I do believe. We shall overcome someday.We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome someday. Oh, leave me my heart. I do believe. We shall overcome.ありがとうございます。じゃあ最後のコードいきます。声を上げよう、声を上げよう、みんなで上げよう、みんなで上げよう、手の甲の海を土砂で埋めるな、手の甲の海を土砂で埋めるな、ズゴンを守れ、ズゴンを守れ、子供を守ろう、命を守ろう、辺野古の海を土砂で埋めるな、県のでっかい断固支持、違法な護岸は直ちに撤去、指示、県の撤回断固指示、違法な護岸は直ちに撤去、違法な護岸は直ちに撤去、行政不服を政府が言うな、行政不服を政府が言うな、審査請求取り下げろ、審査請求取り下げろ、役人同士の茶番はやめろ、役人同士の茶番はやめろ、制度の悪用を許さない、制度の悪用を許さない、国会議員は追及追及、国会議員は追及追及、政府の暴挙を無視するな、政府の暴挙を無視するな、辺野古を諦めろ、政府は辺野古を諦めろ、軟弱地盤に基地は無理無理、軟弱地盤に基地は無理無理、政府は辺野古を諦めろ、政府は辺野古を諦めろ、活断層に基地は無理無理、活断層に基地は無理無理、
基地は無理無理。政府は沖縄の声を聞け。政府は沖縄の声を聞け。沖縄無視する政府はいらない。沖縄無視する政府はいらない。議員は沖縄の声を聞け。議員は沖縄の声を聞け。沖縄無視する国会いらない。沖縄無視する国会いらない。基地集中自体が差別。基地集中自体が差別。政府は沖縄差別をやめろ。政府は沖縄差別をやめろ。政府の差別市民が止めよう。政府の差別市民が止めよう。政府の差別永田町で止めよう。政府の差別永田町で止めよう。政府の暴挙を無視するな。政府の暴挙を無視するな。国会議員は無視するな。国会議員は無視するな。沖縄差別を許さない。沖縄差別を許さない。市民が止めよう。市民が止めよう。永田町で止めよう。永田町で止めよう。辺野古新基地絶対反対。辺野古新基地絶対反対。お疲れ様でした。午後2時に終わってしまいましたけれど、皆さんのおかげで無事に終えることができました。それからですね。